メトコビツはブルガリア北西部の町及びそれを中心とした基礎自治体モンタナ州に属する。メトコビツはモンタナ州の北東部に位置している。メトコビツ周辺には戦士時代から人の居住があったことが考古学的証拠によって知られている。メトコビツの村そのものは18世紀前半までには形作られていた。メトコビツの名前は 民間語源によると、密を意味する、メドに由来するものと言われている。1830年代には、メトコ別は、支配者である、オスマン帝国との組織的な闘争に関わるようになった。村で、最初の学校は、修道院学校であり、1821年に開校した。世俗的な学校は1845年、イヴァンクリンが領主であった時代に開校した。 セイパ・ラスケビ制度は1859年に建造され、そのイコノスタシスはバルダル・マケドニア出身のブルガリア人の職人、フィリポビによって彫られたものである。著名な出身者には1923年の9月放棄に加わった共産主義革命家のアンドレイ・イバノフがいる。イバノフの功績はゲオミレフの詩、シップテンベリーでも触れられている。 メトコ別基礎自治体には、その中心であるメトコ別をはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧、ありがとうございます。